お久しぶったやら。ちこまえる。杯取らす。父上。重盛。また行けんか。うるさいやつじゃ。お久しぶ。なーに、遠慮はいらん。おしきゃ。おしき。所望じゃ。前。もんか。祈願のこと、武蔵坊弁慶道僧の法衣の上に多事休禅するはうちすでに破壊にして、祝詞の道に背きを忘らんと覚え候も神事勧行に申す楽、一に天地の恩、二に国土の恩、三に父母の恩、四に主上の恩、これを知るをもって人となし、知らざるをもって鬼畜となす。四恩のうち最も重きものは長恩にして、不伝のもと王土にあらざるなくそっと納品、王神にあらざるなし、しかるに奉公の時世、乱れに君臣の義を誤り、受けはおごり苦行は出し、
方向の道を怠たりために王地は焦土と化し、下人は困窮す、すなわち武蔵坊弁慶千住観音の名体に念じ立ち千本を縁と立願するは、大禄をむさぶる心にあらず、栄華を望む意にあらず、おもりをため打弱に弁し、邪心を召して我が王城を守り、天下の太平にせんためにほかならず。されば我が教皇もて我が命となし、立ち千本を得て我が守りとなし、立ち千本を得て我が守りとなし。いや、大きな声では申されぬがの、清盛様には近頃伏木武庫か申す調べをしにご執念じゃそうな。無事なくして乗る玉の輿、伏木武庫か申す女は大物じゃのう。何の、それがその表を望めぬ顔を受け取るもないと申しての、なかなかになびかぬとのこと。ほほう、それは清盛様、十方世界に我がままにならぬは西へ落ち沈む日と伏木武じゃ言うての。はっちおけ、つまらぬことを申すな。立ちがましくは立ちがんぞ、わしは言うた覚えがないわ。はっちおけ。首長の役に懐いたやつじゃ。罰当たりが随分と言われおったがの、清盛には古式部を捧げ、弁慶には命をやり太刀をやり、袴田康介には身ぐるみそっくり目が結ぶな。お、これは何じゃ。女の持ちの金銭じゃ。これ、大事そうに胸の奥深く持ちたらして、これが警備士の役人じゃからの。おもろい平家も久しをアルバイト。Oh, yeah.
感じろ。あちらにもある、こちらにもあるっていう質問じゃないぞ。大きな声では申されんがの、ケビ氏の町の猿役人が清盛公より拝領の借り犬じゃ。さあお手に取ってよ。ほらご覧にしろ。ればこの烏帽子はどうじゃ。これをこういただくと男っぷりがずーんと良くなるがな。どうじゃ、かんか。え、かんか。本当にこれはどうじゃ。七段魔除けの金蘭じゃ。これを着ると弁慶の何やったも歯が立たんという、またの名を何やったよけの金蘭じゃ。どうじゃ、どうじゃ、どうじゃ。もうて損がないがな。え、さあどうだ。怒りの妙薬じゃ。猿の丸星じゃ。どうじゃ、これはどうじゃ。はい、みんなこっちやってやって。え、お主たちも存じておろうがな、わしはこの位置でもって嘘を言って商売したことはまだないんだ。え、出所の怪しいものは一切手がけないのが三代目袴田康助の康助たるゆえんじゃ。さて今日の掘り出し物というような墓でもない、これじゃこれじゃ。おい、金の扇じゃ。どうじゃ、どうじゃ。ほら見たところ何の気もない、ただ一本の女持ちの金銭と思うじゃろうが、それが凡夫芸人の浅ましさじゃ。いいか、ああ、おい、誰でもいいから一度手に取って見てみる。え、この炊き込めた香の香りを嗅いでごらんじろう。何とも言えない香りがするぞ。おい、そもそもこの金銭たる家じゃ。いいか、ん、どれもこれも打物ばかりじゃ。これは良さそうじゃの。やるじゃ。弁慶さん、弁慶さん。今戻りましたか。いや、ご苦労じゃった。何本になりましたの。やっと32本じゃ。あと968本で本物を止められまするの。うん、実眼の千本じゃが、いや、まだまだ遠いわい。サブロ、こぼしおったの。こぼしはせん。こぼしませんに、なんでこんなに軽いのじゃ。今日は明かりが悪いのじゃ。明かりか。そうじゃ、そうじゃ。たばかるのではあるまいの。しかとたばかるのではあるまいの。なんで逃げるのじゃ。逃げはせぬ。おのれこの弁慶の眼を凡夫の眼と思いおるか。みこの眼こそは左は不動明王、右は千手観音、人の心を照らして十方の世界我がと手の内に開いちゃぞ。何じゃ、わらべの分際として酒を飲みくらい。いいえ、盗みくらいはせぬ。清雲様。清雲じゃと。うん、わしの顔に立身の層があると口うまくたばかり言うて。盗み狂ったと申すのか。うん、おのれあの怨霊しめ。おい、セウン、セウン、なんじゃ。セウン、今参るわ。セウン。弁慶さん。なんじゃ。セウンさんをいじめんでの。いじめはせ、なぜてやるのじゃ。弁慶さんは怖いの。セウン、いじめんでの。何か用かの。こりゃ、わらべをたばかって酒を盗み食らうとは何事じゃ。いや、たばかった覚えはないぞ。天帝の広きは貴人の層なり。三郎は立身するぞ。こりゃやい。これ何をするのじゃ。己の占いなど酒の足しにもなるか。あ、そうかの。よいか、もうち再び酒を盗み食らうにおいてはその即首しっかりいてくれるから。長生きしたくば忘れまいぞ。はあ、よき大将を得なば豪遊解体にとどろく奉仕やがの。セインさん。なんじゃ。撫でられたかい。撫でられてたまるかい。おる平家は久しからず立ち千本を得て
守りとなさん。いや、ウジ虫ども戻ってきたか。いや、帰りました。どうじゃった。当たるも発見、当たらぬも発見と言ってバカにしよったが。いや、それはの。いや、まあ待て待て、わしが一つ見てやる。いや、もうよろしいよろしい。当たり申したぞ。のう、うん、うん、よきしちゃった。たった一本の魚が大粒の借金7つじゃからな。猿の丸干しも売れましたわ。猿は天領は。おう、これじゃこれじゃ。まあ、飲んでくれ。ああ、そうか。いや、今少し早ければの。お弁慶法師の酒盗み狂うて、すでに首を引き抜かれるところであったわい。弁慶さんの酒盗み狂うたってのお主、そりゃ向こうじゃわい。ああ、ほれほれ、あれを見、弁慶何やらブツブツ言うておるわい。どうも方便と申すが、わらべが嘘を申してはならんぞ、よいか。うん。弁慶に使える身だということを忘れてはならんぞ、よいか。うん、忘れはせぬ。政府の口車に乗るなどとは苔の沙汰じゃ。よいか。安助連れの所業を見習えてはならんぞ。よ。いか。違う。よろしいか。映画を望んではならんぞ、映画を。平家がそれじゃ。平家は嫌いじゃ。ならばその平家に立てつく偉い侍になれ。弁慶さんのようにか。ん、わしは偉くはないが、まあそうじゃそうじゃ。早よ元服して強い侍になって立ったろ。何のための立ち取りか存じておるか。知らん。知らんで立ち取らば安助連れと同じ泥棒じゃぞ。ひじきながら武蔵坊弁慶千本の立ちを縁取り継がんしたはその一本の立ちごとに千手観音の名体に念じて我が王城王道を守らんがためじゃ。分かったか。分からん。何じゃろう。ああ難しいの。ああこれこれ、まあ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 、分かりやすく妄想なら心おごれる者どもの心の底深く響けと打ち鳴らす右寺の鐘じゃ。これ鳴っておるがな、鳴っておるがな。その鐘見事鳴り渡ればいいがの。んじゃと、うん、なっておるわ。お主の念願と案に相違して常時の暁になりしゆくは百八煩悩の金。おるなってるもの。小ざかしくも申しおるの、盗賊連れが。バカにすまい、バカに。知恵だけお主には負けんつもりじゃ。己の知恵は悪知恵と申すのじゃわ。いかにもそうじゃ。その知恵じゃ。その知恵でわしは一本の恩義を大粒の砂金7つに変えたのじゃ。清盛の重いもの腰球を秘蔵の金銭じゃとまくしたってたら、いや、こけどもがやいのやいのと騒ぎ立てて砂金7つじゃ。弁慶さんの薙刀よけの片びらは売れなんだがの、まあそんな時勢じゃ。アブロ、なんじゃ。この男の性根を見習うてはならんぞ、よろしいか。見習うのじゃ。黙れ。家に安助、図に乗るとそれじゃ。分かったか。奉仕。今宵の立ち取り無用じゃ。ええ、うるさいわ、今また現れおって。よっ。日が暮れないの雨傘に包まれた。蝶々じゃ。安助に申せ。ああ、奉仕も聞け。いや、聞かん。聞け。ああ、すっごいか。強調じゃ、強調じゃ、強調。あ、来る。何じゃ。来る。待て。どうじゃ。見当たらんわい。こんなこと見たら取り締め。うん、中心はまだ戻らんのかの。はい。さして遠くまで逃れたとは思われんがの。秋田だ。近所の女どもを引っ捕らえて問い詰めてみ。手の借りばかり差し負って、とけみ。はよ、行かぬか。はい。Thank you.
死んでおる。死んだ後は何という愚か者じゃ。死んだ何ぞ。わあ、そんな奴は大嫌い。死ぬんじゃないぞ。わかったな。わかったな。わかったの。死ぬなるとは苔野のすることじゃ。いたぞ。あまり遅いでの。それは何じゃ。今日はあくびじゃわい。ものが舞い込んでしもうたわい。三郎め、あよう申してくれるとよいが。何を申すのじゃ。うるさいわい。己の知ったことか。そうかの。そりゃ、わしは行事を済ませてこようか。今一晩どうじゃ。いえ、もうたくさんにいただきました。気分は良いのか。はい。歩けるかの。はい、おかげさまで
お前様にもいろいろと。何、そんなことはいいんじゃ。のう、姫。はい。もはや命など縮めようとは思うまいの。姫ほどに若うして死ぬ気を起こすなど苔の沙汰じゃと弁慶さんは申された。弁慶さんの申されることに逆ろうては罰当たりじゃのう。姫が罰当たりとは思われぬ。もはや死に果てる気はないわのう。はい、あります。本当か。本当じゃな。はい。さればはい。あの、どうじゃ、まだ死ぬと申しておるか。もう死なんと言いました。もう座ってきてか、座ってきてか。ではすぐ出て行ってもらえ。わらべ申したか。それが言う言わん。たけ、すぐ出て行けと申うぜ。弁慶さんが言え。サブローが申すのじゃ。サブローが。いやじゃ、かわいそうじゃで。サブローには言えぬ。弁慶さんが言え。座ってか。サブローが申すのじゃ。サブローが言えぬ。申せ。言えぬ。申さんでか。これ弁慶の頼みじゃ。言んでくれ。さあ言んでくれ。でございました。姫、さればの、さればここを出て行ってほしいのじゃ。出て参るのでございますか。こんなことはいいとないんじゃが。弁慶さんもわしも気が重うて肩が凝るんじゃ。姫がおられるとの。伝えたか。弁慶さん、弁慶さん。何じゃ。お世話になりました。お見とまいたします。ようこそ。はよう。行かぬか。
弁慶さんの情け知らずが姫を追い出してしもうた。そうか、弁慶はまだ心眼が開けんのじゃ。若いからの、あれで悟れたら大したものじゃ。専務さん、弁慶さんに頼んでくれんか。頼む。そうか。ああ、よしよし、では話してやろう。姫、この日暮れにいずれに行かれるか。あの、ちょっと。おなごと思うから行かんのじゃ。皆一応の人間と思え。うるさいの。三階に言えなくか弱いものじゃ。哀れんでやれ、哀れんで。うるさいわい、アホ。また藤虫殿が戻ってきた。おい弁慶さん、お主とんだ拾い物をしたの。今門で会うたあの女じゃ。あの女子はの古式部と申して評判の白拍子じゃ。白拍子が何じゃい。と申してもそうザラにある白拍子ではないぞ。いつぞやお主が手にかけた南波城のために六原の館に連れてかれて、今をときめく極まりを一年余りも袖にし続けた女子じゃ。弁慶さん、か弱い女じゃ。力に限りがあるでの。思案に余り六原を抜け出して死ぬつもりだったんじゃろ。それを弁慶さんが助けたんじゃ。たばかるのではあるまいの。たばかるのではあるまいの。たばかりはせぬ。本人の者には恩賞として砂金二袋を与えると書いてあるの。砂金二袋じゃぜ。ついつい言ってみろ、考察が出てるぞ。清盛姫よっぽど忠心と言えんの。まさしくそれに違い。あの女の法令天帝、いや、いずれもただものではないわい。今になって知りおったか。何を抜かす、遠から知っておるのじゃ。アホ。慌て者めが。おなご、おなごはおらんか。こりゃ、おなごはどうしたんじゃ。おなご出て行った。よし、サブロも来い。おい、弁慶さん、弁慶さん。この弁慶に話さんのじゃ。それは無理じゃ、顔も見せんで。わらべは黙っておれ。いいか、あの国、あの本堂から一本を出ることはこの弁慶が許さん。参れ。でも、あの、では私はここにいてもよいのでございまするか。いいんじゃ、逃げると承知せんぞ。いつまでも、いつまでもここにおられるのでございまするか。くといわ。信条、これはわしの地声じゃよ。弁慶さん、ほうじゃ、嬉し泣きじゃ。嬉し泣きじゃと。わからん、わからんわい。三郎、いたわってやれ。はい。
姫、姫はまた死ぬ気でいたのじゃな。弁慶さんは強いぞ。もう心配することはないわ。のう姫、いつまでもここにおるの。置いていただきます。仲良くしよう。弁慶さんは本当はいい人なんじゃぞ。よう捕まえたの。どこまでおったのじゃ。さあ弁慶さん、いっぱいいっぱい。まあ待て、酒で笑うたらええがの。清めじゃ、清めじゃ。アホ。これ一月にもなるからの。たかが女子一人のことで。うん。今日抜け出して遠くへでも逃れたのではあるまいかの。それにしても清盛様がこうもご就寝とは思わなんだがの。参ろう。うん。どけて。どけどけ。Yeah.
姫、姫は洗い物など初めてであろうが。はい。これからサブローがしてやろう。いいえ、私がいたします。まあ、姫、姫は六原では雑誌のものをあまたはべらせておったとの。誰がそのようなことを申しました。安助殿が言うていた。姫がその気なればこの世の映画は。よしてくだされ。そのような話聞きとはありません。そうか。でも三郎には六原を抜け出した姫の心がわからぬがの。姫は今幸せかの。はい。それが三郎にはわからぬ。このような暴れ屋で泡貝を食らい洗い物までして六原にいるより幸せとはの。世の中のことが見えるようになれば三郎様にも私の心がわかります。姫、姫は弁慶さんが好きなんじゃろ。まあ、それみ好きなんじゃ。まあ、何を三郎様は。好きじゃから顔をこうしたわ。嘘。何の嘘。三郎の目はの、左は不動明王、右は千手観音、人の心を照らして。何なりと言いなされませ。姫、姫。三郎様の意地悪。姫、姫、意地悪。姫、あっ、あらーさ。サブローこら、あの意地悪するないぞ。意地悪するとまた身投げしおるでの。やれやれ姫、助かったわい。三郎様の意地悪。姫、姫、し、奉仕。なんじゃ木星が寿命死にかかるのは不穏の兆しじゃ。うん。それで。いや、君子は危うきに近寄らずじゃ。君子に申せ、君子に。自力の身に頼みさらしてこのアホめが。セーブ、今何と言った。自力にのみ頼むやつはアホじゃと言うたのじゃ。そうかもしれぬわい。よいか、己一人の力でこの濁り果てた世が救えると思うのはたわけだぞ。その通りじゃ。ほら、千人力の奉仕でも衆の力を頼まねばこの世の御悪は根絶やしにはならんぞ。うん。アホ、早く良き大将を迎えろ。大将じゃと。そうじゃ。お主はな、力も強い武技学問にも秀でているが、押村くは衆の上に立つ家計に恵まれんのじゃ。それいえ早く良き大将を迎えて天下に攻防せんか、豪遊立ちどころに海外に響くんじゃ。千本の立ち取りの念願など無用じゃ。これもう一度言うてみ。専門の立ち取りなど無用じゃ。ふざけおったな、おいおしめ。己らに分かる立ち取りと思うか。そうかの。家計は何じゃ、大将は何じゃ。一本の立ちごとに念ずるわしの心が己らに分かるか。仏公権に変わって反省まことありじゃ。強情なやつじゃ。助けてくれ。立ち置け。おかげさ。
の二三日はとんとしけじゃ。何本になりましたな。うん。締めて971本じゃ。あれば万願の日もほど近うござりまするの。うん。あと29本じゃ。打仏じゃの。良い剣が欲しいが、せめて名のある太刀を取りたいがの。清盛の太刀はどうでござりまする？は、及ばぬは。小金作り三条小鍛冶の作と聞き及ぶがの。その太刀取ると姫が手を打って喜ぶがの。何じゃと？姫は武家さんを好いている。何をほざくかとわけ。好きかと問うたら顔はこうしたわ。黙れ。姫が嘘じゃ言うから、左は不動明王、右は千手観音。何が不動明王じゃ。顔はこうして逃げていきよった。よほど好きなんじゃ。こりゃこりゃ。本当じゃよ。こけかすか、こしきむずれ。何こけんかすか。いや、それでわかった。あ、どうりでの。あ、そうか。あ、そうか。あ、そうか。そうだよ。何をぬかす。弁慶奉仕に女難と出たか。不満。弁慶さん、女難とは何じゃ。誰が申した。水雲さんが弁慶さんのこと言うていた。高けめ。よいか、年首に会うたらかように申すの。ただいまは六波羅の探索が厳しいゆえ、それまではここに置いてやるが、それが緩んだら直ちに国表へ立ち返れと、かように申し伝えるんじゃ。誰に。年首にじゃ。それがまではここにかくもうてやるが、よいか、わしの目に触れてはならんとこう言ったよ。三郎も所用以外は口を聞いてはならんぞ。え、口聞くな。それが嫌ならわらべも出て失せろ。情けないの。足取りの邪魔じゃわ。早く行け。どうなされましたのじゃ。のう姫、またも気悪いことを申さねばならん。気悪いことと申しますと。今はすぐにとは申されなんだが。何のことでござります。弁慶さんは太刀が何よりも好きなんじゃ。わかりません。弁慶さんがのう姫に出て行けと言うんじゃ。まあ、またもそのようなことを。立ち取りのことで弁慶さんの胸の中はいっぱいなんじゃ。では立ち取りが済めば、一千本の太刀が揃いましたときには。さあどうするかの。
わらべの三郎には鹿とは分からぬが、六原の探索が緩むまではここにいてもいいと言われたんじゃが、あの時救うてくださらねば、助けてくださらねば。姫、六原へは戻る前の、六原の館へは帰る前の。三郎様、何のための右大将じゃ。自ら探索せい。たかが女子一人のことでこれじゃからの。右大将の位も古ほどではないわ。この度はいつもの清盛様とは思われませんの。いや、入道も年を取られたわい。宗盛なればあのような女子これじゃわい。お気をつけなはりませ。立ち取りの。立ち取りは立ち取りの荒法師がござりまするそうな。そうそう、この間も乗り連れ様の お手の者が。たけ、止まれ。荒法師勢に先取られて止まるか。立ち置け。誰ぞ立ち置けと申したか。いや、誰もそのようなことは申しません。この間もここで立ち置け。木じゃ、木の上じゃ。そのたり岡場血縁のあり、立ち置け。はい、止まれ。おのれ、右大将平の宗盛と知ってか。何、宗盛とな。宗盛と知っての増減か。まこと宗盛に間違いはあるまいの。おおだれふざけた無礼者。やめろ、おいだ。まさしく立ち取りの荒法師だ。立ち取られまいぞ。まこと宗盛か。宗盛に違いだよ。あら、ありがたや千手観音の法力かな。弁慶哀れとおぼしめされて本寺内情の月高く十万億度の天にかかり無限の光七千余山の上に勘取り。それさあ来い、逃げ。そりゃ
取ってよくご覧じろ。あちらに回る、こちらに回るという品物ではないぞ。大きな声では申されんがの、去る平家の金太刀がご愛用の盾え橋じゃ。これをこういただくと男っぷりがほーらずーんと良くなるわの。ではどうじゃ。おい、さあさあどうだ。お主たちも存じておろうがな、わしはこの意地でもってまだ嘘をついて商売をしたことがないんだ。いいか、出所の怪しいものは一切手がけないのが三代目袴田安助の安助たる言じゃ。さがて今日の掘り出し物というのはここでもない。おい、これじゃこれじゃ人形と違うぞ。生きてるぞ生きてるぞ。ほーら、ところがこの売り主というのはこちらじゃよ。わし、逃げんでもよい、逃げんでもよい。根は優しい男じゃ。逃げんでもよい。集まれ集まれ。これからが面白いんだよ。さあさあこっち来てきて。やってるぞ。集まれ集まれ。怖がらないわ。集まれ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 。ほれ、もっと進む。申し上げます。何じゃ。はぁ、胸張り様にな。どうしたんじゃ。そうそう、お見てみ、お前よく見てよくさ、うん、誰かかんか。そうはないぞそうはないぞ。ほら、まあしばらく待て。今に面白いことが始まるのじゃ。まさかあれほどの才覚が奉仕にあろうとは思わなかったの。三郎も存じていた。じゃからの。何よこやつ。おひよしを前に差し置いてほざきおるわ。弁慶さんも苦労の甲斐があったと申すもんじゃ。平家一門二十九本の太刀取れば合わせてちょうど千本じゃからの。千本の太刀が何になるのじゃ。なる。何よこのわらべめ。お、どうしたの。大事ござりませぬかしら。弁慶様のお身の上に。もしや。されば。さ、それじゃが、脳を案じておるのは。この連携に、平家の金太刀は何事じゃ。何事じゃとは何事じゃ。下がりおれ。知るしましょう。黙れ。案じはよく聞け。斎藤の武蔵坊弁慶が立ち千本を縁と立願せしは、体力をむさぶる心にあらず、我が王城王地を守らぬためじゃ。何時平陣して人学の断りを知らば、一門の太刀29本を持ってこの売り物を買え。太刀29本を持ってこい。黙れ黙れと変わぬ気か。変わぬ気か。はい、はい、変わぬ気か。身の程知らずめが。後悔するぞ。たわけ、後悔するのはおぬりじゃわ。うわぁ、おぬり。安助、こっから降りるなよ。売り物は一匹増えるのだ。よいしょ、増えるよ。どうされました。宗盛様のみならず、友盛様までが。ほら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 、あらんと申す。友盛までがどうしたのじゃ。はい、はいを言わぬか。辰巳すびとに仕立てられてございます。にっくきやつめ時忠。は、宗盛友盛の両名死なせても構わん。八人すびとを引っ捕らえて奴だけにさえ。しかし待て、父上、まだお目覚めになりませぬか。平家も末に。セヨン殿、わしの顔に一生あるまいの。
叩いても死なぬ競争じゃ。わしはどうじゃ。知らぬわい。わしはどうじゃ。うるさい。回転するか。まだ仕事も平家の君たちと命をしっかりするんじゃ。大事ありませんか。大丈夫じゃよ。弁慶さんは強いんじゃから。弾を近づけ。さそいじゃ、さそいじゃ。出てけろ。うるさいわい。静まれ。これどこへ行くのじゃ。弁慶様に申し上げてください。私、まあ、この最中に出て行ってどうするの。まあ、待ちなさい。平の重盛ちゃん。何をあって渡らせられたな。視界の上、絵がたき陣と知り。何、絵がたき神社と。我が家の一族として迎えに参ったのじゃ。己この弁慶の眼を凡夫の眼と思いおるか。利をもって誘うなど下人の知恵者はさにあらず。まこと司会の上、絵がたき陣と思う手の上。黙れ、太いわ。なぜに、この弁慶を召し抱えて家のことなさん才覚あらば、何時まずうちに帰りみよ。平家の一門奉公みだりに君臣の義を誤り、戦場の沙汰あり。奉公を怠って下民は困窮いたすのじゃ。この儀なんと心得るか。弁慶が立ち千本を縁と立願せしは一心を込めて町外の光沢を誇り天下の太平に微力をいたさんがためじゃ。平家ごときに仕えるためではないわ。されば何事を申してもいたずらごとか。一門ことごとく純脈の断りに目覚めぬ限りはの。その太刀持て。あの太刀を取れ。銃一本。銃五本じゃ。締めて26本。お、ここに2本、合わせて28本。もう一振り足りんの。清盛の太刀はどうしたのじゃ。清盛の太刀はどうしたのじゃ。父上の太刀だけは渡せぬ。父上の太刀は仮にも平家一門の魂じゃ。その太刀取られては平家の勘ばせたたん。何と申す。代わりにその太刀の代わりにこの重盛の支給を受け。何、首じゃ。そうじゃ。これによって平家一門が目覚めるならば重盛も死に甲斐がある。その後進にめでて28本に負けてやるわい。このコケどもだれ。
しは喜んでおると言えるの。愚かな夢じゃ。八千本を手にしたとて到底一人の力でどうなるものでもない。でも弁慶様は何よりも太刀がお好きでございます。これからどうなさるんだ。もう死にはいたしません。六波羅へ帰ります。一年は見事おごる平家一門の夢を覚まさせたのじゃ。またないじゃ、めでたいぞ。さあ行こう、最後の差し取りじゃ。好天に代わって三世孫たりじゃ。おう行こう。よし、使者にござります。小式部殿申されまするには、平家は部門の旗頭、御一門の中に御坊の尊き御心を知ろうともせぬ輩がござりまして、衆のために万一のことがござりましては一大事。我はひとたび死に果てし見なれば
断りもなく、別れも惜しみ申さず、心嬉しくもこれへ参りましたと申されました。星木部殿、心ばかりのご心持ち、清盛様の太刀にござりまする。この太刀一振りに女人一切の念願を込め、ただひたすらに武蔵坊殿の念願成就をお祈り申すと、泣かれましてござりまする。重盛殿はいかがなされたが。数々のご意見を清盛様に申し上げられましたが、いずれもお取り上げにはなりませんのじゃ。で、清盛は。星木部殿、立ち戻られましたゆえ、旅館斜めならず。一人で帰られた清盛のこの太刀が、所詮ただ一人では、ただ一人だけではかようにもならぬ世の中か。この弁慶が一心込めた念願も空ごとか。こう剣に変わらず丹精まこと。なし。セウン、弁慶今宵最後の太刀取りに良き大将に会うかどうじゃ。しかと巡り合うぞ。よし。
信をじゃの。武蔵坊弁慶、その太刀一振りに天の声を聞こう。立ち退け、おかずか。